んにちは。2022年3月18日ハナウタイム277回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを鼻歌感覚でお届けします。鼻歌タイム。皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。軽い軽いびっくりした今。びっくりした。お久しぶりでございます。お久しぶりですね。あの喋るの自体が久々かなと。最近あまりもう無言で作業することが多かったので。そっか、だめ、ここ動かさないとほうれい線があれだよ、はい、いや分かんないけど。そうなの。うん、なんか無言でカチ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 ってずっとやってます。わすごい、大変だね。すごいな、うん、毎日よく喋ってますよ。あ、素晴らしい。うん、もうええわっていうぐらい喋ってますよ。うん、うるさいからな、うちの家。いや、いいと思います。いや、すっかりあれだね、なんか、うん、リモートだったもんね。そうです、前回は。なので、まあ、お久しぶりですよね。本当に、うん、福ぼっちすごいね、連絡してるから、あの、会ってる感じになっちゃってるけど。うんうん。お久しぶりなんですね。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます、うん、本当その説はいろいろ助けていただいてありがとうございました。いえ、その件は後ほど。はい。すっかり天気ももう春になってね、一気に、ね、あの逆にちょっと脱ぐのに躊躇すると言いますか、うんうん、こんなに薄くて大丈夫っていうふうに薄着をちょっと躊躇するような感じのいきなりの暖かくなり具合ですが。本当ですね、うん、お洋服困るね、いきなりびっくりしちゃって。そうですね、ね、うん、まだ夜ちょっと寒いような、うん、油断はしてはいけないような感じはちょっとしますが。本当ですよ、うん、寒暖差がすごいから。うん、寒暖差言うと思ったけど振ったみたいになっちゃったけど。 can't answer。 今期の 初短パン T シャツでしたよ、一昨日。あ、短パン&T シャツ、うんうんうん、海が呼んでるな。うん、呼んでますよ。そして花粉症がね、来たね、変わらず毎年言ってるけど、うん、僕はちょっと今喉に来てる感じはあります、まあ、あ、そっか、福バッチもあるんだっけ。うん、そっか。また喋ってなかったか。どちらかです。ずいぶん喋ってなかったからちょっと あれかな。フィルターがかかってしまった。そうかもしれないです。それもなかなかなあれです ね、 そうね。まあでもこの季節になるとあれやね、炭酸系が徐々にうまくなっていくよ、ね、あ、好きですね、僕は大好きです、うん、炭酸。なんか喉をやっぱり花粉で痛くなると、うん、炭酸でなんか、うん、シュワシュワしたくなりますよ ね緩和してるような感じはするよね。うーん、そうなんだね、うん、そっか、私はまだデビューしてないけどな、花粉症。しなくていいですよ。いいと思いますよ。でもいつか来るのかな、わかんないけど。いや、もう来ないと思っといた方が、うん、そうね、うん、そうね、そう思って生きていきたいと思いますが、うん、はい、はい、そんな中私五十肩デビューいたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。五十肩の世界へようこそ。これって英語ってあるんですか。五十肩。四十肩。バカにしてる。若干フランス語っぽいような気もしなくもない。確かに。から、なんていうやろうな、あるのかね。いや、わからないですけども。というか、そもそも四十肩とか五十肩っていう概念が海外とか欧米の方には終わりなのかしらね。まあ、肩こりっていう概念があまりないという噂も聞きますし、ね、こういうのはどうなんですか。まあ、スティフショルダーとかいろいろ言うけど、うん、なんでしょうね。いや、びっくりしまして、そしてあの先輩のあのトシちゃんに、ええ、あの直し方というか伝授していただきまして、あのかなり楽になった。あ、本当、あ、よかった、うん、よかったね。私四十肩も来たことないけどね。五十肩先輩の。五十肩先輩ね。五十肩先輩。やだね。なんかもうそんな話ばっかになってくるからだんだん、ね。噂では聞いてましたが本当ですね。本当ですよ、うん、もう本当そんな話ばっかになっちゃった。なんだろうね。今ウィキ先生とか見てるけど、ウィキ先生っていうかネットの先生見てると、スティフショルダーとかそういう風にしか書いてないですね。うん、それは、まあ、日本ならではですよね。
加齢によって起こるっていうことを、うんうん、まあ日本語だとただ短縮して略して言われてるような感じじゃない、うんうん、なるほどね。あ、そうなのかな。40、50になってくると何かと肩こりがひどくなるっていうのはただ普通に向こうでは言ってるみたいですね、うん、そうなんですか。なるほど、そうですか。なるほど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 ね。ごちそうさま先輩、さすがです、さすがです。花タイム。そして、はいはい、今大事な時期を迎えております春菜さんでございます。ありがとうございます、はい、なんかすごいね、そのあの振りがなんかだいぶ重いですね。重いですか。そうですか。なんかすごい壮大な感じがします。壮大な感じだと、もうちょっとしたらね生まれるんですよね。生まれるわけですよ。そう、生まれる前にまだ作業残ってんだけど、うん、あのこの間ついにあのレコーディング、あの一応ベーシックね、うんうんうん、あの楽器の、トリを終えましてですね。おめでとうございます。いやー、やっぱりやってよかったと思って、うんうんうん、もうこの環境でやらせていただけるのは本当、もう本当このタイミングだからだと思うし、うん、もうでも、まあ、あれですよ、今までのキャリアの賜物ですよ。いやいやいや、うん、そうでしょうか、まあまあ、そう、ご縁だったりとか、はい、はい、そうね、うん、ご縁としか言いようがありませんけど、あのでも ね、やっぱりやってよかったなって、うん、つくづく精神的なことがすごく大きいんですけど、うんうん、あの全然変わったの、心持ちが。あ、やるのとやんないのとさ、やっぱそれで自分でね、あのやるっていうことに関して言うと、あのできるじゃないですか、あのなんていうの、あのその、形とかその大きさとか規模とかを、うんうん、あまりそのなんていうの、こだわらなければよ、うんうん、あのやろうと思えば音源を作ることはできるじゃない、うんうん、ね、あの自分でも、うん、まあ、そのクオリティ面を、まあ、度外視しておい、うんうん、おいた上でね。でもやっぱりさ、なんかこうあの一流っていうか、そのやっぱり先輩方のね、うん、あの本当にそこでやってらっしゃる方たち、作品を作るっていう、うん、そのど真ん中でやってらっしゃる方たちのお力をお借りして、ミュージシャンの方もそうですけど、うん、あとはそのまずはスタッフね、スタッフのみんなもそうだし、うん、なんていうの、それをやっぱなりわいとしてらっしゃるわけじゃないですか、常日頃ね、うん、あのそのメインストリームであの音楽作ってらっしゃる方たちだから、うん、そういう人たちの力を借りた時にどういうことが起こるのかっていうことを、なるほど、体験できただけでも、うん、私はやっぱ今まで音楽やっててよかったなって思ったし、うんうん、これができたら、なんだろう、あのある意味一つ の、うん、あの自分 の、 その今までやってたその音楽に対する欲求とか、うん、あの憧れとか、うん、そういったものを一つこう身につけられるっていうんじゃないけど、あのちゃんと超えられた感じがするなと思ったの、うん、ちょっとうまく言えない、わかる？なるほどなるほど。これをやらないのとやるの、やらないのとやるのとでは大きく自分の中の問題で差があって、うんうん、これをやったんだったら、なんていうのかな、あのもうなんていうの、悔いは残らないっていうとね、大げさかもしれないけど、うん、ある意味今の現時点では本当にそう思って、うん、わお花粉がね、あの花粉が、いえいえ、あのそう思ってる、うんうん、思った。本当にその音聞いた時に、やっぱ本当にあのここでわがまま通させてもらってね、うんうん、それをしかもみんなが受け止めてくださってさ、うん、やらせてもらったっていうことはもう本当に感謝しかなくて、うんうん、もう神々の遊びですよ。いや本当になんかもうみんな、うん、本当素晴らしくてさ、うん、それで、まあ、やっぱり私がやっぱその制作費全部あの請け負って自分がやってる主導権っていう、うん、そういう意味での主導権っていう意味では、うん、あのやっぱりそのバジェットの問題でやっぱ時間とかほらそんなになんていうの余裕はないじゃない、うんうん、だから いいタイミングで始まった、ツボがツボに入った。違う、あの一生懸命私が話してるから我慢してる音が聞こえる、ふーって隣に聞こえるしたらいいがな、やりなさいよ、ちょっとくしゃみして、離れるこのタイミングできちゃうわけですね。そう、大丈夫やってください、ご自由に出たいときはくしゃみね。大丈夫
うん、大丈夫ですか。そうそうそう、だからなんだっけ。いいの出ました。いいのいただきました。もう本当にだからもうなんかもうとにかく感謝しかないっていう感じで、うん、これ やらないといけなかったなって本当に思ったの、うんうん、あの 早くもなく遅くもなく今だったなと思うし、うんうん、あのこれやらないでずっと来てたら私やっぱりさなんかこうどっかに心に悔いが残って生きていくわけじゃない、うんうん、この先ああやりたかったなとかさ、うん、そう思いながらさなんかこうサポートするにしてもね、うん、あのいろんな音楽に携わるにしてもあのよくないなと思ったんです精神衛生上。だからごめん私は今度何するんだろうと思って今目薬をもう花粉問題がいきなりここに来て押し寄せてる本当にいや、うん、そう思ったんだ、うん、だからこれをやらないまま生きていく私とこれを超えていく私とではあの自分自身が違 う, そうです、ね、体験したっていうのが多分、うん、そうなのそうなのすごく大きな、うん、なんていうギフトと言いますか本当ですよ、うん、本当に感謝しかない、うん、本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。本当に福バッチもねトートもそうですけどみんなのおかげなんですよ。本当私は何にもしてないもんな、うん、でもそれが、まあ、ある意味一番王道の作り方というか、うん、そうですか、うん、じゃないのかなってちょっと思いました。そうなのか、うん、そうなんだ。当事者は台風の目でその無風の状態っていうか、うん、でその指示を出していくっていうか、うん、あと動いてる人たちはもうせかせか周りで動いてるけども、うん、やっぱりその一緒にせかせかしないでちゃんと、うん、いやこうしましょうっていうちゃんと判断が出せるっていう、うん、なんか一番いい状態、うんうん、いや本当になんか音聞いた時にあ夢が叶うってこういうことなんだなって思って、うんうんうん、あのちょっとまだ言えないんだけど、うん、お楽しみだから、うん、あのだけど一個絶対にそれ入れたい楽器があったのね、うんうん、あのこう私がやりたいって今あの中心に思ってることの中で、うんうん、あの楽器入れてもらいたいと思ったんだけど、うん、ちょっと私が想像するにはどうかなって思ってたんだけど、うんうん、まあ、それを、ね、プロデューサーである吉行さんにね佐橋吉行さんにご相談した時に、うんうん、まあ、佐橋さんがすごいもう適任の方をうんうん、オファーしてくださって、うん、もうその音があの聞こえた時に、うん、あの私の作ったさ楽曲の中でその音が聞こえた時にさ、うん、すっごい感動して、うんうん、あなんかすごいこういうことかって思って、うんうん、なんかねあのその体験しただけでもちょっとやっぱりもう全然違うわと思って、うん、ちょっと前の自分と全然もう変わったなって思うし、うんうん、すごく感動しました。いやー、よかったですね。本当によかったです、うん、ありがたいことだなと思って本当にもう吉木さんのおかげでももちろんあるし、うん、ね、あの佐橋さんの本当素晴らしいそのプロデュースでやらせていただいて、うんうん、なんかあのそのあこういうことなんだなって思ったのがいっぱいあったし、うんうん、なんかやっぱ自分で、ね、全部やらなきゃいけなかったあの昔作ったミニアルバムね、うんうん、あれはもう全て自分で作ったから、うんうん、その采配から何から、うんうん、あのアレンジとかも特に人には頼んでなかったし、うんうん、あまあ2枚目はアレンジで お願いした方もいらっしゃったけれども、うんうん、その何だろう自分が全部采配してるわけですよね、うんうん、でも自分はさ采配とかには向いてないじゃない。あのある意味でき、うんうん、得て増えてがあるでしょ、うんうん、で私ができることなんて本当ちっぽけなことで本当それ以外のことはできないのにやっぱりそのお力を借りれる人たちが周りにいなかったから、うん、自分でやんなきゃいけないと思ってたから、うんうん、全部やって言ってたんだけど、そうした時にやっぱり良くならないことの方が多かったんだよね。無理すると。なるほど。わかる、うん？得意じゃないことをしている。そう。無理して。うん、うん。でも今回はね、その雑務に至ってもその制作にまつわるいろんなことに関しても、うん、そのいろんなそのプロフェッショナルであるそのスタッフの人たちにのお力をお借りできたし、うんうん、なんかみんなそのやっぱりノウハウが分かってらっしゃるじゃない？うん、だからもうさ。もう大船に乗ったつもりな感じで入れて本当にもう良くならないわけがないじゃんっていう、もう本当にいや私
いいんですか本当なんかあのもっとやりますけど動きますけどみたいに思うんだけどいやもうみんないやこれはこっちの仕事だからこっちの仕事だからっていう感じでやってくださって、うんうん、で肝心なものはもちろんその楽曲のことはねもちろんその中心にあるんだけど、うん、聞いてくださね私の意向と合ってるかとかそういう確認はあるにつけその今まで自分がその受け負ってこなければいけなかった時期をね経験してるじゃないですか、うん、昔それを思うともうあそうかってできないことをやっぱり無理にやろうとすることは結局人のためにもならないっていうのはなるほどなるほど、ね、結果的にやっぱ作品にもそれは出ちゃうし、うんうん、だからあ私ができることだけのそこを磨くことだけにフォーカスさせてもらえるってね、うん、こんなに幸せなことであり、うん、またさらにもっとそれが良くなる方に行くんだなって思って、うんうん、そういうことを経験できただけでもう本当にもうあの人生の糧になった、うんもうこれから先もまたこれからあるんじゃないですかとそうでしょうかでもそれを、うん、それを願いつつももう今しっかりねその大きな一手を、はい、まだあの、うん、完全な完成ではないと思うので、うん、大きな一手をちょっともう出したと繰り出したと、はいはい、経験するって大事だよねやっぱ、うん、あの思うんだけどさやっぱ慣れってあると思うの、うんうん、あのその環境に自分が身を置かれたことがないと想像ができないことってたくさんあるでしょ確かに確かにだからここまでは自分がやるべきことで、うん、これ以降はもうその自分がその想像しえないことまでちゃんと考えていただけるようなプロの方がいるんだったら、うん、その人たちにやっぱりあの信頼してお任せするってことをできる自分でないとダメじゃん、うんうん、でもさなんかいやいやごめんなさい大丈夫ですやりますやりますっていう自分じゃダメじゃん、うんうん、やっぱ信頼して預けなきゃいけないでしょう、うんうん、それって結構難しいことだったりしないなんか慣れてないと確かにだからそれをね経験できたのはすごく良かったなと思ったの、うんうん、すごいね良かった、うんうん、はいやこれからもですよそうかな、うん、でもそうだからそこの塩梅をちゃんとウー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 ハナウタイム。そんな春菜さんですが、はい、はい、ライブも近づいております、はい、ありがとうございます、はい、2月はお休み一旦いただいたんですけど、うんうん、また3月にあのライブ、ブルースアレージャパンで、はい、ライブワンマンライブシリーズやります、はい、でもうね実は残りわずかとなってまして、うん、あともう数回で、うん、あの終わりっつったらあれなんだけどこのブルースアレーの、まあうん、シリーズは終わりに近づいていまして、うんうん、シーズン1が終了するわけですね、はいうん、2でやれるように頑張りますが、うん、春菜ライブホームタウンインマーチ2022なんですけど、3月31です、はい、木曜日に、ライブやりますでまたあの同じく、ギターはプロデューサーでもあり、ギタリストの佐橋義之さんとそれからキーボード柴田としぶみさんと一緒に3人でライブをやりますので、詳しくはチケットの詳細は、私のホームページ春菜 .cc http://春菜.cc または、ブルースアレージャパン目黒の、オフィシャルサイトスケジュールのコーナーから、3月31日木曜日のところをあのクリックしていただけましたらあの詳細出ておりますそしてまたあの同じく生配信ライブも行いますのであのぜひぜひもしあのその現場にねあのお越しいただけないという方でしたら、生配信ライブもやってますし、うんその当日のライブ終わった後もアーカイブ1週間ぐらい残るので、うんうんまあ、もしご興味ありましたらぜひあのたくさんの皆様にあの見ていただければなと思いますぜひぜひ、はい、また今回もね、ちょっといろんな楽しいカバー曲など、うんうん今、考え中で楽しみですね やろうかなって思ってますので、うんうんはい、ぜひあの皆さんもお誘い合わせの上ですねあの感染、防止対策万全で皆さんお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひいらしていただければ嬉しいですよろしくお願いいたしますそれではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました番組に関するご感想楽曲リクエストなども大歓迎ですハナウタイムオフィシャルサイト http://hanautime.com ツイッターアカウントは小文字で@hanautime、それからインスタグラムアカウントも@hanautime です本日のパーソナリティは春菜福バッチトシでお送りしました
それではまたお会いしましょう。浜でまた会いましょう。